米とか醤油とかさ、ほんと食べ物ばっかりなんですよ。あの定期便ね、うちでほんと毎年は定期便と、あの肉とか果物とかそんなばっかりですよ。だからうちか米をね、あの米を例えば10キロを6ヶ月とか10キロ山形県のあるところは本当です、新米半年で 10キロ6ヶ月7万6千円。いやこれいいのかなと思って、あの4割超えてんじゃねえかと思って鶴岡なんだけどさ、うん、あの普通10万円で、ね、5ヶ月とかそういうのあったから、うん、だから6人家族から、まあ、俺ほとんどあんまり家で食わないけど 1ヶ月10キロぐらい食うらしいんですよ今回。それでね、全然米代かかんないから。ただ、どうなんですかね、わかん米そんなにみんな食べないじゃない、ネット見てる人。どうなんだろう。うちはうっと助かってね、あの醤油とか米、醤油とかさ、味噌とかそういうの。私以外のみんな果物好きだから、果物多いっすよ。お菓子とか、冷凍のたい焼きは美味しかったよ。そんなマニアックになってしまうでしょ。面白かったのあれですよ、あの香川県、神奈川県になんか1万円ぐらい寄付してあのうどんもらったら、あのなんか神奈川県ふるさと大使とかって名刺切り取るじゃないですか、こう20枚入りのあの、あれ印刷されて名刺来て、あと 誰かにお配りくださいとか、あの東京都とか あの県の物産館の割引券とかって、昔で、ね、今はどうかわかんない。なんかすごかったですよ。秋太田町ってなんとか山奥の町があってさ、そこでなんか行列のできるたい焼きや吉尾のたい焼きとかってあるんですよ。ほんと山奥なんですよ、秋町、秋太田町って。ほんと山の中のちょうどあれですよ、島根との県境あたりの。それでもね、美味しかったよ、冷凍で。なんかこれバクバク食ったら食っとるなと思って、そう10個で6つ目だ。このたい焼きはなんか基本的にはもうピンポイントで、ほら米定期品とか、あと果物シャインマスカットとか、もうピンポイントで銘柄で探して、あのねシャインマスカットとなんだっけ、なんかを掛け合わせたやつ、 UFO っていう新しい品種があるんですよ。こんな大きい一粒がこんな大きいシャインマスカットとなんか掛け合わせたやつで、こんな大きいね、種なしで皮ごと食べれるやつ、美味しかったです。もう岡山県だったんですね。その UFO はね、なんか山梨で開発されたらしいんですけど、シャインマスカットとか調べるとほとんど最初は山梨なんですよね。でも、その UFO が見つけられなくて、もう終わってたんですよ。そしたら岡山かどっかで見つけられた、岡山か。シャインマスカットと UFO。数量限定で、なんかもう、なかなか手に入んなかったとかっていうんですよ。でも、本当かなと思って調べたら、あ、ふるさと納税であるじゃん。でも美味しかったです。ふるさと納税ってすごいなんかね、税理士が批判するんだよね。厳密に言うと、税。で自治体から、特に地方税は、住民税は自治体から受けるサービスの対価だから、理屈で言うと。だからそれをほら全然違うところにやるのはおかしいとかさ、南千田町だっけかな、あそこの千田牛のね、あの牧場の 牛飼ってるあのところ友達でね、はい、そのやってるんですよ、あの牛小屋さんってところのお肉が、これ結構いい肉でしたよ。愛知県のね、愛知県のそこ あのふるさと納税やってるそのお肉屋さんっていうか牧場やってる人がいて、それ友達とか知り合いだから、そこのなんかそこからお肉買うのになんか直接本当は買えばいいんだろうけど、なんかふるさと納税で見たらたまたまあったから、わざわざふるさと納税経由で買ったっていう、払ったお金はそっちの方が多いような気もするんだけど、堂々と、まあ、経費って経費になるではないんだよな、経費はなんだけど、なんか得な気分で直接給付金控除になるから堂々と経費にできるみたいなさ。12月要は31日のクレジット決済まで OK だから、逆に言うと楽しんでやればね、まだまだいいんじゃないですか、ってことじゃないですかね。昔は大変だったんですよ、あれ、お金振り込んで通知がね来ないとダメだとか、あの銀行とかがほら30日とかまでしかやらなかったでしょ、あの休みがぶつかって27で銀行終わりとかっていうのさ、26までに振り込まなきゃいけないとかさ、結構昔あのクレジットカード決済なかった頃大変だったんですけど、今はねカード決済ほとんどのところでできますから、サラリーマンの人に、まあね、不動産投資やってる人はね当然あの
確定申告するからいいと思うんだけど、サラリーマンの人こそ逆に僕はね、やってワンストップのあんなのしないで確定申告で自分の税金の計算とかね、あれするのとほら本当にいいと思うんですけどね、税金に対するこう、なんつうんだろう、関心持つようにこう批判する人多いんですよ、大好きなんだよね。いろんなサイトあるじゃないですか。なんか今楽天とかでもやってるしね。僕ほらアナのカードでマイル貯めてるからあれだけど、アナのでもあるし、まあね、有名なのはふるさとチョイス、ふるさと、うん、サトフルですか、ね、有名なところは。だからいろんなところでやってるからね、そこで要は登録して、あとカードか、要はカードでカード登録か、クレジットカードか。確定申告して。確定申告したときにその計算することで、その年に来るその住民税から、まあ、そのふるさとの出した分のこういろいろ計算した分をこう引かれるっていう形ですよね。だから何にもしないよりは多分間違いなく少しは減るんですよ、住民税は。まあ、当然所得税も寄付金控除で減るからね。だから、うん、住民税も減るし、でその控除される部分というのは寄付金控除、ふるさとの出した分のこう計算何割とかこう計算方法があって、その分上限何本とかっていうのでこう引かれるってと、逆にワンストップ特例やるとあれなんですよ、住民税の方は計算してくれるけど後でね、国税の方がないわけですよ、寄付金控除の申告しないわけだから、だからかえって損するんですよ。だからワンストップ特例なんて俺逆にすんなってみんなに言いますけどね、ちゃんと自分で確定申告した方がいいよって、絶対 得ですからとか。でね、そのいくらまでなんだろう、これね、実際いろんなところでこうこれぐらいの資産とかってあれサイトとかあるんですけどね、やっぱ給与所得の人だとザクッと出るんだけど、不動産所得ある人とかで、ね、やっぱ確かにダメなっておかしいです、あんまないですよね。やっぱそれニーズ B のやつみたいに不動産に特化したところだと、不動産所得入れて給与所得の概算入れてとかっていう形で試算した方が最も何ていうの、実態に近い数字が出るのは事実だと思いますよ。本当検索すると分かるけど、ふるさと納税のシミュレーションってほとんど給与所得者向けで、ね、不動産所得とかある人は多分できないと、できないとかできるのがないですね、ほとんど。楽しんでそんなガツガツあるすんじゃなくてね。だからまず一歩じゃないですか。なんか結構これだけ有名だってこれだけ言ってても、やっぱそのカード登録してその第一歩ってのは、まあやらないとかやらない人多いですからね。とりあえずまずやってみて、ね、で強くなる、それからまず自分でまずやってみるっていうでいいんじゃないですか。